今夜は2022年応援企画お「車はいいけどなぜか売れない」4台 <laughs> というわけで「うんはい、コ o g i t v 今夜はですね、えー、結構問題ネタといいましょうか僕らこうやって、えー、いろんな車新車、まあ、ほとんど鳴らすと毎週1台ぐらい出てるような。 感じでですすらあるんですけどマ、うん、イチェーンとかいろんなものを含めるとでその中でですねまあ、売れてる乗ってみていいんだけど売れない車っていうのがいますよね、うん、要するにいい人なんだけど持てないみたいなですね<あ>まそういう車っていうのがいっぱいいるもので, <laughs> で嫌なやつなんだけど受けちゃったりするみたいなところがあったりすると思うんですよあ,、ね、ありますよね。あそういういのが、うんで まあそういう中で、例えば、まあ2021年の販売ランキング出たら、まあまあ、ざっとこういうのは、この間もやったんですけども、まあ、うん、ヤリスとかルーミーとか、まあ、相かず売れ線っていうのは、っていうか、トヨタ強いですよね。強いです。もうだから、もうなんかこれ見るとね、トヨタばっかじゃんとしてだから全全、全っていうか、全部トヨタだよ。これ全店、全車、平売にな。ノート以外。 だから、ル、ノートとフリードだったら。ノートとフリード。ノートとフリード以外は、あの登録者で言うと。ルーミーなんか、だから、ほら、あの、ル、ルーミー。タンク、タンクを削ったから、ルーミー増えたりとか、でも、カローラは、でも、全部、これ、シリーズ合計だから。そうなんです。ああ、じアルファードも、ベルファイヤーを吸収して、アルファード、こうだろう。そこがヤリスに関しても、ヤリスクロスと、g ーアルヤリス含めて、っていう話なんで。まあ。や。 とはいえ、やっぱえとはいえ、だって53%ぐらい、今、トヨタだから。という中で、それとある意味、あと真逆の方針を言ってるのがね、これです、じゃじゃん、じゃじゃん、ホンダの、まあホンダ、いろんなですね、いい車なんだけど、売れない車が、山のようにあるんですけど、中でもこの3年前に出たインサイト、そうですこれで僕、販売台数見てたんですけど、なんと、県外。 うん、年間券がある意味50にだ,だから今ねこれ販売台数で見ると大体、はい、いいね1か月にね200台ぐらい、ね、<笑>笑 <って S 1> そのくらいの感じですねけどねあの僕ね今それでねちょっと古い記事をちょっと自分で読み出しちょっと読んだんですけどこれちょうど2018年の10月に出て僕開発 LPL の人に話したんですけど、うんうん、テーマは何かっていうと車としての本質価値の追求、うん、燃費車なのに。 うん、だからね。すごいなと思ったんですよ。インサイトは、一番最初にあれ出たのが、97、うんあのー、年だ。あれはもう、あれは、あれは。二人乗りの初代。そう,そうそうそう。で、あれ初代に関しては、ええ、あれは、 ええー、もう燃費スペシャルで振った車そ<う>ねでもで二代目に出たのはそうそうあれはあれは八百のやつねあれはあれは普及させる車要はハイブリッドを普及させたいっていう車二代目二代目で,、ね、でもで三代目に関しては三、ね、代目に関しては 上質なものに持っていくそうそうっていうふうに要するにそれぞれさテーマが違うわけですよハイブリッド専用車だからわかりにくいっていうわけそれがわか,か,かりにくい。わかりにくい。わかりにくい。一貫してないじゃないですか。そう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 。あとねあとねもう一つあるのはねホンダのブランドイメージがダウンサイジングしてるっていう問題もね一つあるす、ね。ああすごい話ですね。うん、イメージがダウンサイジングン。ブランドイメージのダウンサイジング。 だから今国内で売られてるる多いこと言います、ね、今国内で売られてるホンダ車の大体ねあの33%がまずね n ボックスなのね n ボックスだけで33%、うん、でそこにあの n ワゴンとかそういうものを加えて軽自動車全体になるとねえっ、ー、とね53%ぐらいかな。でそこにフィットとフリードとベゼルを加えるとそうするともうね84%とかねうん、うん、そのぐらい行いっちゃうわけですよ だからそうするとあのティーザーキャンペーン始まったステップワゴンとか、うん、そういうのを全部ひっくるめてもせいぜい残りの16%ぐらいになってしまうっていう、うんうん、そうなるとブランドイメージも,もう変わってくるじゃないそうですね,ね昔はスポーティーカーのイメージだったけど今の若い人とかとするとあホンダあ軽自動車とかコンパクトな車のメーカーだよね、うん、とかっていうになるから,からそうなると例えばあのステップワゴンとか買おうかなって思ってるんでえホンダであんな大きいの買うの 女だとやっぱフリードでしょみたいいいなさととう人もいるとただ僕ねそうは言っても車買うのってやっぱり30代40代とか50代ってやっぱりある程度多いわけだから、うん、昔の記憶があるから、うん、そんなに俺あっさり諦めちゃいかんとは思いますけどね、うん、でもそれも影響してるだろうなとは思うはい,、はい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 、まあそんなわけでインサイトけどねつくづく僕ね乗ったらいい車なんですよいい車だよ,いいですよ乗るといい車で確かにねともかくね <laughs> 彼い,いわく要するに デザインと、うん、要するに走り味を追求したみたいなところがあって、うん、それ自体は良くて乗ると本当に高級車前としていいんだけれども、うんうん、まあそういう意味ではね僕ねホンダね ある種ブレてないなと思っていてあ、うん、あるあのステップアゴンと同じだなと思ったんですけど見てくれはあの美しさを追求して広さを追求してクオリティを追求して、うん、で今は実質燃費これまあ幼稚郎さんのメモですけども、うん、WLTC モード24から28ってことは、うん、実燃費で20は大抵超えてくるわけでですよ、うん、で実燃費20超えたら十分じゃんって、うん、あその通りではあるんだけれども今月 だようただね実、まあ、実際際どうでした<前>実際だから20だからさあのー、エアコンはその時使ってなかったけど高速道路も走って街中回して別にそんな丁寧な運転したわけじゃないよ全然あの普通に走ってそれでもって、ね、278キロぐらいね記録したんでねあちょっとびっくりしたけど<録>これは本当,本当に街中で見ない車ですよねうん。 っていうか一度も,もう見たことがなくて、うん、あの鈴木の兆し並みだなと思ったんだけどいや兆しはパトカーで見ましたあれは覆面パトカーです覆面なん,なんだね。覆面パトカーで見たんですけど <laughs> 僕はインサイトはね複面パトカーに押したいですね <laughs> いや燃費もいいからグーグルパトロールできるじゃないですかやつ <laughs> ら別に高速代なんて払わなくていいような人たちじゃないですか <laughs> 払ってるんだろうけども <laughs> ででどうですかインサイトはだからそういう意味からすれば内装の質は高いしそれからあの鉱石の居住性も優れているしまずそれはあの車のデザイン的な面でねそれからあとあのまあ操舵感とかはそういうのは特別スポーティーではないんだけどでも後輪がしっかりと設置するタイプでいいのとあと最近の車にしちゃほら 燃費重視で乗り心地がどうしても硬くなるのがやたらと目立つでしょう最近は特に時速40キロ以下ぐらいで走るとその辺のところも結構あのいい感じでそうそうそうまさにしっとりとした乗り味だったりするので乗るとですね確かにねいい車ですよねなるほどでしかも価格が割安でそういう意味ではっていうかシビックと比べるとシビックと比べるとね LX 同士で比べるとそうすると16万5000円ぐらいの

シビッックがハイブリドしてくるじゃないその通りだからそれで入れ替わりになるねいや入れ替わりになる時けどシビック普通これガソリンの1.5リッターの話ですよねレックスってハイブリッドにしたらさ上がるでしょそうするとインサイトと変わらないぐらいになるんじゃないかってなってもっと上がるないやだからそうそうそうなるとインサイトより高いシビックハイブリッド売れるんだろうかっていう俺そこは疑問にちょっと抱いてきまして本田さんあの大丈夫なんだろうかってこのコメントが あの先代型ののシビッックのプラットフォームを使って作ってて作るだからまあ今度はシビックでやればいい、ね、っていうことなんだろうけどねかだから俺思ったのはさ仙台、ねはい、のインサイズ出た時にシビックハイブリッドってあれを売ればよかったんじゃないのっていうふうには出た時は思ったいや実際シビックハイブリッドじゃん実質そう,そ,うそうなんだけどねだからその方が 名前の通りはいいんじゃないかっていうのは本田がいけないのはさ、はい、あの初代のインサイト2代目のインサイト3代目のインサイトでコンセプトも変わるんだけど<ー>途中にインターバルがあるじゃん、うん、あそこでさ、ね、みんなさお客さんがもう逃げちゃったりするっていうのもあるしあ<ー>それがあと車のコンセプトがあれだけ変わるとブラブランドイメージみたいなものはさ残らないです、ねうん、プリウスだと例えば我々がプリウスって聞くとあこんな車だなとかって思うじゃん。 アクアとか、あこいだよな、だけど、そういうのがさ、残らなくなっちゃう。っていう本田。なるほど。本田ならではの売り方のまずさみたいな部分で。本当に。上なんで。売れないっていうさ、ちょっと、そういう意味では、応援したいというのと、ちょっと。怒りがこみ上げる。そうですね。だから、ちょっと見てないんですけど、あと、絶対、これ、中古車お買い得ですよね。絶対安いて。多分、差あるだろう。ああ、ど。え、結構、いい値段してますね。 260、うん、万キロ<ー>ななだからあの保有台数が少ないからうか、ね、だからそういうのがあるかもしれないでもって割と中古で欲しがるっていう人がちょっといたりすると、うん、そうすると需給バランスとしては割とあの供給が不足してることになるんです、ね、ああいいんだけど売れない車その2スイフト うん、これね、そう思います、僕も本当、久しぶりにこの間、スイフトスポーツ乗ったんですけどスイフトは 2000, 2000台ぐらいは行ってるんだけど、いやそう言っても、そうそういや、さっき見たんですけど、年間26位、<う>去年26位で、万台売れてただ、<間>売れないって言われてるフィットが4800ぐらいだから、うん、1か月ね、だからそれ、2000台っていうと、やっぱり少ないのただしですね、はい、ただし、その2000台のうちの約1000台は、スイフトスポーツ。を はスポーツミニと比べるために借りたんですよ、中古ミニと、そうしたら、スイフトの半分近くがスポーツであると、しかもそのうちの4割ぐらい、かなりの部分がマニュアルですごい、すごいマニアックな車なんだから、スイフト全体のうちの25%ぐらいは、スイフトスポーツの MD なんだよだから、そういう、意味けいゆな4人乗りスポーツカーみたいになってるっていうのが。 であとここにも書いてあるけど、うんはい、車自体は車両重量はね900キロ前後ですから1.2、はい、リッターエンジンでも機に走ると。はいうん、とあとね我々おじさん世代もう寒りもものの。 RS の5速<ー>これはいいねーこれはいくらぐらいなんでしょうね <laughs> えっと価格はでも安全装備ついたりなんかしてるから割と割とだからねそれと比べるとね、はい、スイフトスポーツがねさらに快適なんですよそうなんですよ、うん、そうスイフトスポーツっだって200万ちょっとぐらいだからそう,だ,<万>そうだから RS 買おうかなって思うけどでもそれだったらスイフトスポーツでしょって思っちゃうんだけど、はい、でも RS にはねその 回すす楽しさとか多分こいいですよ。結、ね、速 MT もいいですしね、もう、ア比の割り方が。なるほど。そうですか。かこれは確かに、ね、おじさん好みであると。 でちょっとこうアクセルコントロールでこう、ね、カーブをこう曲がるっていうねちょっとこういうはね,ねそうだスイフトスポーツよりもむしろちょっと黒を凝結するような。けど僕ねスイフトスポーツ久しぶりに乗ったら1.4に行ったらどっからもトルクできてもうねギア、まあ、マニュアルでね<ー>もうねもう4速でほとんどのとこゃべ走れるのよ。 もう最初だけやあの2足足はさすがにしなかったけど二足足もできるレベルだし一足でつないであと4足か3足ぶち込んでおくと本当にね楽クーだよ。今もエスクードやめちゃったけどあの1.4リッターターボが追加になってねあったじゃないであれと実用トルク比べるとスイフトスポーツのがやっぱりねフレキシブルでね扱いすごい楽。 あのマニュアルなんだけどまあオートマのように極端すると運転で、はいうん、まあ3速ぐらい入れるときはどうにもなるけど本当その通りで、うん、だからね、ねあとねまあ確かにその売れてないとは言ったけれども、うん、スイフトスポーツが要するに年間に1万台ぐらい売れてるってことでしょう、うん、そういう意味では結構すごいんじゃないですか,かそういう意味からするとね、はい、やっぱり共感を得られるんだねスイフトスポーツとかス w i f t はね。うん しかもこれさ、うん、スイフトスポーツに関して言うと専用のワイドフェンダー使ってるから結構贅沢なんだだってあれモンローのさ、あ<ー>サスペンションパーツ結構使ってるし、あれ結構すごいよ。うん、かなりねた、ただね、ただね、俺あの自分の YouTube をま褒、あ、めるわけじゃないけど、ミニと比べるとやっぱ内装がね、 しょそうです。もも全然違う。で本高価格が全然違うでしょ。けどま中古にすると、ああ、中古か。4年落ちぐらい、もっとかな、もっと落ちだけど、先進安全がつかなくなっちゃうんだけど、1個前の、1個前のミニクーパーの、クーパーとかクーパー S ぐらいと同等になるって、200万でね。というわけで、まじゃじゃん、これはまあ、そうは言っても売れないんだけど、ちゃんと2には評価されてる。 三。おでっせ。また。本田さんやってきます。ですね、やめちゃうんでしょ、だぶ。もう、よくないよね。狭山工場閉鎖するから、車やめ。るけど、本当は21年内にやめるはずだったんでしょうけど、今残って。まだ残ってる。いや、でも、もう、でも、もう、生産はもう終わってるんですよ。それ以終わって。それはそう。終わる。こう、だ、だから、あの、いろいろまだ。 多少利用はしてるらしいけどだけどいわゆる自動車生産は終わってるということですよねそうであのー、車はいいですよ、はい、だからで床が低くでの料理もしやすいし、うんうん、それが特にね三列目のシートはね床の座面の感覚十分かてなローザーでそれでね座り心地もいいのねそれであのよくアルファード ベルファイアがさ、ね、あの3列目が一番広いって言われて快適だとかっていうイメージがあるんだけど、うん、アルファド・ベルファイアの3列目って、ね、あれ床側の車高いのであの割とね足を投げ出す座り方なんですよ、うん、うううだから、うん、頭上の空間と足元の空間は確かにオデッセイより広いんだけど座り方がね足に投げ出す座り方になるのとあとね左右にこう跳ね上げて畳む形になってるからだからあの座面とかバックレストの厚みがね ちょっと底つき感がしたりするもん、うん、だそういう意味からするとオデッセイの方があれほど足元空間は広くないんだけどだけど座るっていうことを考えるとねちゃんと座れるしいやー俺もそれから2列目のプレミアムクレードルシートも、うんうん、あの結構いいものですしね。中折れっていうなんか聞き方によってなんかいやらしい言い方っていう、うん、<laughs> 僕は思いましたけどそれはともかくいや俺も乗ったらまあ明らかに。 あの燃費は、ね、確かにアルファードの微妙に勝ったんだけど燃費が非常にそうはいいのといい、ねうん、あとね、まあ、加速感は絶対アル,あのアルファードいいよもうだってーモーターハーブ率で圧倒的な滑らかさがあるので、うん、ある種走りの質と,の質とあと広さはみんなね多分アルファードの,あのボディのデカさで誤解してるんだけども、うんうん、そんなにオルデスエも悪くないというのがありますよねそそ、うんうん、そうそうそう,そうでね。 あの本質的なところとしては、はい、アルファードも現行型になってプラットフォームを変えたので、うん、やろうと思えばオデッセイみたいに低床設計にすることもできたのね,ねでもって車の床の高さっていうのは機能的に考えればいい必要な最低地上高とそうそう必要な室内高が確保されても車の背の高さって低ければ低いほどいいわけですよ、うん、なんだけれどもオデッセイじゃねアルファードベルファイアはあえて上げたのね でなんで上げたのかっていうとあのまず一つはその見晴らし感覚がいい要するにまあうそ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 うまあある意味そうそうあり手に言えば。 まあねあなたが言ったようにちょっと言葉悪いけど見下すっていう心理もあるのかなと思うけどまあそれはさており言った見下ろしがいい、うん、それからもう一つは外観にやっぱりボンネットの高さも上がるわけだからと天井の高さも上がるとやっぱ乗員も上げないとバランスが悪いって思って上げたことによって 1900mm 超えてるじゃんあの車の倍合前後がアルファードの場合は。であの外観が立派に見えるだからさいい車作りをしたのはオデッセイなんだ。 ね、そうばか、まあ、正直っていうかまあまあまあ原理原則そうそうそう原理原則に従ってうん、うん、いい車したのはオデッセイですよ、うん、だけども売れる車作りをしたのはアルファードっていうことは言えるでしょう、ね、やっぱりそれは<ー>今日はそういうもんじゃない例えばアメリカだって例えばピックアップトラックが延と売れてるんだろうけどあれどう考えてもフロア高いし。 あれれが実際問題としては<う>まあ半分ぐらい売てんだからアメリカでは SUV の要件としてはそ<う>そうアイポイントの高さっていうので設計をするのでそれより下がるとだめだって話になってるわけどだからあのスバルにさなんだっけなな何ベッカツさトライベッカトライベッカ,、ね、ベッカっていう SUV があって、はいあのー、あれはさボンネット開けるとビビるよあのあれだよあ,のあれ,あれ,あれ井戸みたいだもん。 そんな低いの。うん、だからエンジンが水平対向だから,だから、ね、低いじゃん。あ、六気筒がありましたよね。そう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 、ね、で水平対向エンジン積んでるから低いわけ。だからパカッと開けるとさエンジン見えないんだよ。 でも、でも、ぼ、けどさ、結局、このぐらい低いところに。そういうね、レーシング感みたいな原理原則主義で、車作っても売れないってことなん、ね。そう、で、ただ、それだけ本当なんだろうね。アメリカの場合はさ、要するに、いろんな意味で不安もあったりなんかするし。遠くを見やすくするとかさ、そういうこともあったりはするんでしょうね。だから、いやそれはそうみたいです、ねうん。だから、そういうふうに高い視線から、常に見ときたいっていうさ。うん、うん、だから、まあ、なんていう、ちょ、ちょっと。 ある意味ねねああのかな悲しいい現実じゃないけどねあとね僕は聞いたのは向こうのデザイナーに聞いたのはやっぱりねあのある種のそのだだ断コン思想っていいましょうかやっぱり、うん、SUV に乗らないと男じゃないみたいな<ー>やっぱりもう確実にあるって言ってまして<ー>やっぱりあとねあのやっぱり車であのいろんな事件が起こったりするで、うん、まで、あ、なめられるみたいな<ー>ピックアップに乗ってるとある種ブルース・ウィリスみたいな。 けど本当にそうそういうやつ本当そういのので舐められるのよ <laughs> あの普通の、うん、あの多分 c r v とかでもなめられるんじゃない多分本格的に F1500 とかああいうピックアップトラックに乗ってる男の方が男らしく見えるっていうのはもう完全に刷り込まれているというふうに、ん、まあ銃社会という、ね、あ簡単に近づけるわけにかな、ねね、やっぱり絶対それはもう SUV、うん、ピックアップのその骨ラダーフレームがついた車でないと男じゃないみたいなところは本当にあるっていう 言われだからベルファイアが出た時に CM がそういうのあったじゃんあの車は強いとかって言ってさ最初のベルファイアが出た時になんかベルファイアが4台ぐらい真っ黒くいけないやつが走ってさあの車は強いとかそういう世界観だよねだから俺はどうなんだろうなっていうのはね真面目なお父さんとしてはちょっと思うねっいそうなそんな感じでじゃあ次次。 いいんだけど、売れない車、第4代、じゃじゃん マツダ2は、マツダ2もね、でもね、スイフトと同じぐらいのね、2000台ぐらいで、さっきのおデッセイちょっと話戻んだけどさ、さっきのおデッセイもさ、1800台ぐらいで出てるんですよ、これ、これだってもう、これ、年間見ましょう、年間見てください、2万台超え。だから、だからあのなんていうの、確かに昔のおデッセイに比べると、全然売れてないんだけど、でも今ね、 価格があの車って350から450万ぐらいの価格が悪くない商売だと思うんですよ、ねうん、だから<ー>あの売れてる部類なんだよあの価格帯の車としてはね。確かに,ででで確かに ホンダの直営のディーラーっていうのは台数でカウントするからだから NBOX バーンって売れてるんだけどだけどいくつかジ場のさ、うん、要するにメーカー資本じゃないところの販売店ってあるでしょ、うん、でそういうところなんかだとフェルスマンに対する具合でこけ続くね、うん、マージンなんかもその粗利をベースにして計算するわけよだそれは本来の姿だと思うけど、うん、要は儲かる車をね1台売ったらそしたらその粗利がどれだけ入ったかっていうことは例えば NBOX3 台分になるとかさそういうふうにしてるところなんかだと 着実にオデッセイを売ってってる販売店っていうのは結構小さな販売店なんだけどその地域全体ではオデッセイは一番多く売ってるとか7割方8割方う違が売ってるんだよみたいなね販売店っていうのはね23店舗しかないぐらいの小さなね販売会社でもねあるんですよ。あるんですよ。そういうところにとってみれば大切な車なのででもねホンダのブランドイメージを支える車でもあるわけじゃない だななんんでこれなくすんだろう、ね、いやだからそう考えるとあるあのステップアゴンを売るのも結構だけども、うん、オデッセイを計測する、ね、そう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 そ,うそれはそ相当だあとだからやっぱり乗った人に聞くとやっぱり満足度高いんですよ、うん、高いよなそうよ、うん、だって走りいいしか広いし燃費もいいんだよな そそそそそそそう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 ううう本当そうなんなですかそうだからホンダの内部でもね相当これは問題になっていると言ってたねあ <ー S 1> あなんでやめるんだっていうんでだからただ日本じゃもう生産する予定はないのであの今ほら中国とか海外でもこの車作ってるからそこから持ってこようかみたいな話もなってるらしいんだけどただだからこれは社内でもね結構問題になってだから要するにオデッセイの取り扱いっていうのがさ今のさホンダ車のさ問題をもう典型的に表してるよね いい車ルーなんだけどもそうそう別の都合みたいな。うん、だから要するに<で>要するに日本、ね、日本をちゃんと見てないっていうさ、厳しいですね。いやでもらず本当の内部からもあの。 個人的な意見なんですけどねって前置きした上であのうちの上層部はお客様をしっかり見てないと思いますよみたいなことはね聞こえてきたりなんかはする。なるそれはいいとしてこれちっちゃいけどいい車であと内装とかもこれ本川うそう合成機関が貼られてここにこうさだから最初の段階だと CX3 と同じインパネだったりなんかしたしたわけじゃない そうだいいあの車でありますですよ、はい、でしかもあのコンパクトカーでーリーのーディーゼルがあるってすごいですよねだから<う>こ,れこれある意味俺ちっちゃなね外輸入車みたいなもんだと思うん、ね、そうで、あのー、WLTC モード燃費は2 1 6キロでそれでディーゼルって価格が軽油は安いので1 2けぐらいで考えていいんだよねガソリンに相当すると 21.6×1.2 ぐらいっていうと大体25近くなるわけじゃん。 でそのののらいがのあの燃料代ですよ要すよ要るにガソリンレギュラーガソリンエンジン使ってる25キロの車だけど本当にさなんかイタリア車買うつもりで買ってもいいかもしれないなってちょっと思うけどね、うん、だってそれより走りもいいしね内装クオリティ高いし燃費もいいくてですし価, <laughs> 価格は多分相当お手軽価格はちょっと高いでもでもでもハイブリッドとかも考えれば。 結構いいしいしやー俺マツダツちょっと欲しくなってきたなマツダツいいですよだからこれはで6速 MT もあるじゃんああ<ー> MT のディーゼルってのさって面白いよねもうさ低回転域でさ1500回2000回転ぐらいでもこう2000回転いかないな1800回転ぐらいでそう少,し少しシフトアップしていくとね本んなんかこうねいいなーっていうふうに万か <laughs> ディーゼルだと190万でガソリンだと150万ぐらいからあるんだなクロスディープロアクティブですよだからクロスディープロアクティブにクロスディープロアクティブにオプションを装備をつけたりなんかちょっとで必要なもの割とオプション化にちょっと多かったりするんでそう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 割とオプションが多いんだよ <laughs> セットオプションのあのリスト見ると出てるけどそこまで書いてくけばよかったねあだからプラスまあ25とかそのぐらいかな。 これけどいわゆるなんていうのヤリスクロスとかのハイブリッド買うっていうのもいいけど SUV いいけど別にクトカーでもいいじゃんっバッ泊で十分じゃんと思うとこういった車で燃費要因というのは悪くない選択あのリアシートとか2室がちょっと狭いはだけどだから家族で乗ったりするのはあれだけどさだけどそうじゃなければいい車ですよ。性格だし あれですよね免許取りたての人にもおすすめできるしそれから我々ぐらいのね車好きのおじさんにも、はい、ぴったりな車だしなるほどえマツダ2が今は一番かね一時期 CX5 だったりしたけど<う><あ>今マツダ2が一番売れてるの <laughs> だ、ま、なるほどいいけど売れない車が一番売れていることになってると思います <laughs> 2> 2が あっあ去,去年の1年間のじゃああれだね CX5 結構落ちてきてるんだねだから今ほらパー,パーツのパーツの供給関係があったりするからだからいやだからさ今さちょっとなんていうのその販売台数の、はい、そのランキングが。はい 必ずしも人気度を反映させてないっていう場合はあるからそ,、ね、そうだからあのそのよっ突っ込んで話をするんであれば、うん、販売店に電話してそれで納期を確かめてでそれが著しく伸びてる現時点じゃなくて、うん、結構今まで伸びてたんでしたっけみたいなことを言うと、うん、そうするといやあの車伸びてて最近短くなったとかね、うん、いろいろ教えてくれるからそこをねあのクリアにしてからじゃないと販売台数だけ鵜呑みにすることはねちょっと。 危険かもしれないですよ。けどこう考えると結構いい車多いですよ、ね、多いよ、多い多い思ったけどやっぱこんなに車だって走りを楽しむんだったらスイフト確かにいい、うん、そうそうスイフトはいいよね。ちょっと高級でそのあ,、ね、あのベタなあの、うん、国産っぽくないセダンって言ったらインサイト。インサイトいいね。 アルファードばっかりがちょっとあれだなと思ったら全然オデッセイがまあオデッセイもう終わっちゃっちょっとクレバーな感じもするしさそう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 これみんな頭よさそうにちょんと言いますん、ね、いや本他の車バカっぽいんでそういうこともちろんないんですけどね <laughs> いでね俺この間も中古車中古のイタリア車と日本の日本車っ中古のイタリア車っ,ったら何をイメージしたいんだ、ね、中古車いやそれあのあの,あのねジュリエッタああ ジュリアンた確かに安いのよ今あれね百万ちょっとでし百万百五十万ぐらいかなで結構あの四五年落ちぐらいの書いててそれなんでだろうねいやだいやだから結構いやなんかあるか、ね、何もないもともとやっぱね寝落ちするんですよ<ー>でゴルフとか買うんだったら。 ジュリエッタいいなっていうのでちょっと比べてみたんだけどそれも確かにいいけれどもマツダ2だってデザイン的にはイタリア車に全然負けてないしディーゼルもあるしマニュアルも選べていい車だなと思ってどう考えても結構どれもいい車だなと思ってそう,そうだから確かにこの売れ筋のねこのまあ N ボックスから始まるこの辺りもいいんですけれども。 十分ににこのもですね皆さん応援していいたただきなんで売れないかっいう話はささっきのホンダの話はましたじゃんブランドイメージがダウンサイジングしてスイフトに関してはどうしても軽自動車が中心のメーカーっていうイメージもちょっとあるんでしょうねマツダに関してはやっぱりマロがけの店舗で貼りにくいとかさそういうのそういうのもそうとは関係ない気がする。 あとね、あとね、あとね、これは真面目な話、あの、聞いたのはね、松田2今のデミオが出た時に、あの、女性にアンケートを取ったんだって。っていうのは、これ、コンパクトカーだから女性のお客様なので、で、そうしてみるとね、いや、こんな車は私には乗れませんとかっていう、<ー>そういうのがあって、それで実、た立ち上がったのが MX30 の、ね、企画なんですよ。要するに、あの、鼓動デザインとスカヤティブグ技術の路線では、美しすぎてもらえないお客さんを持って、 に振り向いいててもらおうっていうっことそれで待ってコルクのインテリアとかああいうリラックス感覚にしたんだけどだ,からだったらさコンパクトカーでさ2代目でミようのさコージーみたいなああいうのにさすればさ分かりやすいじゃん、うん、それこそあんな観音開きのさ車なんかしたらまたけわかんなくなってさだからあれちゃんとやれっていうんだよね松田に関してはあの理想追求みたいなもので、うん、結構他と違うものをというのを確かにそれは、ね、頑張ってしまいがちで。確かに あの観音開きは。 まあ普通に考えるとやりすぎですよ、うん、だからあのデザインで普通でいいんだよいやだ,からいやだからあれはあれがダメって言うんじゃないけどまず分かりやすいね,そのね今までの鼓動デザインで振り向かせられなかったお客さんを振り向かせてもらえ欲しいって言ったったらもっと分かりやすいさちょっとハイトなやつで全高1 5 3 0ミリぐらいのところでさそんなに腰高じゃないだけどこうグラスエリアの広いようなもの一発出してホームページなんかもさ MX アディもさあれもさ なんか赤いのが乗ってたりなんかしてたんで最近今どうなってるか知らないけどね <laughs> なんじゃなくて違う路線なんですよっていうのをさちゃんとやんないとダメなんだよなだその辺のところはさうまくトヨタはわざとなんかちょっと外していいると言いましょうか,うだかさっきのアルファードのさなん,、ね、のなんかそうじゃん床高くしてさ、はい、普通考えるとねなんで低くしないんだと思うけれども、うん、あれがちゃんと売れる。 理由になっているということです。だからね、本当<れ>に悩ましいおうさんももう気にせずタイアップでも何でも受けていただいたらいいんじゃないかと思いますよね。<laughs> <laughs> てなわけでありがとうございました。あ、<laughs> ああやんなっちゃった。ああ驚いた。ああコチ TV <laughs> 今夜は2022年、うん、いい車なんだけれども売れない車4台応援してください。ねね がんばれ,頑張れいやキロ本当にみんないい車なんで、うん、本当にいい車なでの皆さんもちょっと試乗して,してください入ってください、はい、ありがとうございました